こんにちは。手で芸をするコミーです。食べてみたかったの、ティラミスです。はい、こちらのティラミスです。見たことある方いらっしゃいますかね。これ冷凍のものなんですけど、私が結構好きで よく行く、業務スーパーで売られているものです。冷凍です。冷凍食品って書いてありますね。で、自然解凍して食べるものなんですけど、業務スーパーには、そう、これイタリアね、海外のお菓子とか結構あるんですよ。はい、それ気になるお菓子とか結構あって、まあ、食べたことあるのはもちろんあるんですけど、これもね一回多分食べたことあります。はい、甘いものにはやはりコーヒーということでね、はい、食べたことあるんだけど、せっかくだし動画でと思って、久しぶりです。だから味とかちょっと忘れちゃったなって感じぐらい久しぶりです。あのね、そう、食べてみて思い出したけど、結構アルコールが強い感じがする。スポンジに染み込んでるんですかね、大人な感じ。うん、パッケージにそんな風に書いてありましたよね。こう断面図はこんな感じになってます。一番下にあるスポンジに染み込んである、アルコールだと思うんですけど、これね、アルコールかなり最後の方なので少しなんだと思うんです。で、そのアルコールが入っていますとかいうふうにも書いていないから、子供が食べちゃダメとかそういうほど入ってはいないけど、すごい感じます。だからお酒苦手な人はちょっと食べにくいくらい入っている気がする。私は苦手じゃないのでわからない、ダメかどうかはわからないけど、結構感じます。空腹かどうかも関係あるかな。私これちょっと空腹で食べてるんですよタイミングがね、だから、余計感じるのかもしれないけど、うん、もしアルコール苦手な方はちょっとそこら辺そう思って食べた方がいいかもしれないですね。うん、で、一晩自然解凍みたいな風に書いてあるんです、パッケージには。でも私はこれは買ってきて、何分、10分、20分、30分ぐらい常温に置いといた感じで食べれています。少し冷たいくらいですね。冷凍、凍ってる感じではないから、まあ、一晩解凍っていうのは冷蔵庫に入れて解凍ということだとは思いますが、2個入って200いくら。だから1個100いくらっていう感じです。はい。気になっている方はいらっしゃいますかね。はい。お酒が強めというそれぐらいです。ティラミスです。はい、そういう感じ。はい、気になる方はぜひ食べてみてください。はい、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。